えこんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロを他の楽器から見て聴いてるとよくこうロストしてしまう、どこをやってるかわかんなくなってしまうっていう質問がありましたので、今日はなんかこう、他のちょっとね、この間ジャムセッションでやってて、他のドラマの時にこうみんなが見失いポイントが大体これなんじゃないかなみたいなで。ドラムの人がよく使う、ジャズドラマの人がよく使うフレーズ、このヘミオラっていうこの三拍フレーズっていうのがすごくジャズドラマはよく使うんですが、 これを中心にちょっと解説していきますね。で、コツとしては、前にあのパッドメッセニーを見たときに、パッドメッセニーはこう他の人のドラムのソロをやっているときに、やっぱり表でカウントするんですよ。ワンツー、ワンツーってカウントするんじゃなくて、表で大きく歌を聴いているというイメージなんですね。下手すると、テンポが速いと全音符をワンツー、スリーフォー、ワンツー、スリーフォー、ワンツー、スリーフォーで数えていると。で、その相手の歌がよれたら、その歌をよれたところも多少こう、 調整しててあげれるっていう風なとところがあるんじゃななないいかなと思いますねなのでこの三拍フレーズでよく聞くじゃないですかこれって、えー、とバスドラムをですね二つずつこのように踏んでいったとするとこういうフレーズですねよく聞くと思いますでドラムの人は結構よくこのアクセントを使うんですねでこれ1個ずらして2小節目から始めると

っていうのを、えー、ちゃんと覚えておくこれズレを覚えるんですねだから最初のうちはタンタウンタンタウン,ンタンタっていう音次はでやるとこうするとタンタウッタンウタタンタウッタンウタっていうのは2回来て終わる これは全部他のところも一緒になるんで、例えばここからだったらこのフレーズが出てくるし、という具合で、なんかこの、このフレーズは3つあって、この3つが交互に出てくるだけなんですね。なので、これを覚えておく。で、あとはタームってやつですね。これはまあ、ジャズドラムをたくさんコピーしたら、僕はだいたいこの5つがメインになってるんじゃないかな。このね。 っていうフレーズね。こういうフレーズで、えー、構成されてるので、これとこのヘミゴラを混ぜてみました。えー、タトン、タツツカツクタツツタツツタトトン。これね。こういうドラムソロがあったとするじゃないですか。でこれを、こういうフレーズを、このドラムのフレーズの歌をよらわざとよれて叩くね。 もうすごいよらしたんだけどなんとなく分かりませんかなんかこう2拍ずつこう捉えていくと比較的今のでも取れるんじゃないかなと思いますで普通のフレーズはね,こう,ねこういう感覚でなのでこの見ててねこの 三拍フレーズのとここの、タつつたつ、ヘミオラって言ってずれていくことをヘリミオラって言うんですけど、これね。で、このヘミオラのところが結構見に寄れるんですよ。タつツ,ツタツくたツつたつつっていうのが、なんか手順とかで結構ずれていくんですね。そうするとみんなそこで拍がわかんなくなるみたい。なでも僕はこのドラマーの癖をよく知ってるんで、 あ多分このフレーズを叩きたいんだろうなと思うが間違わないんですけど他の人結構バラって入ったりとかしててなるほどなって思ったんでこれちょっと作ってみましたなのでこのヘミオラのアクセントっていうのをこうしっかりえー今3つあったんでこれをしっかりこう2拍ずつとか下手すると速いテンポだと そそううすると、と小節ごとに覚えればこのフレーズをほら、わかったでしょなんか今バタバタわざとさせてみたんだけどそうするとフレージングをちゃんとこう聞いてあげるとうまくいくっていうかねすごい上手い人はこれをわざとこうためてそのなんていうの変な小説でやったりとかするんだけどまあ 多分初心者の人たちとかドラムのちょっとこうリズムのこう揺れる人のドラムソロを見た時にフレーズで覚えておくとそんなに見失わな,ない見失わないんではないかなと思いますこういうヘミゴラがねこう上手い人で見失う人っていうのは5とか7とか割り方がすごく複雑になってくるんでまあちょっとやっぱり見失いやすいんですねディジョネットとかやっぱり僕はあのドラマーなのにディジョネットのトチックコリアがやってるやつ生で見ましたけど 一回もホーバースは頭わかんなかったですね。だけどみんなピタッと入ってたから、あれは何でしょうね。でもやっぱり全音符とかこう大きく取ってると多分うまくいくんじゃないかなと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。 このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。